皆さんこんにちは、今更チャンネルの春菜です。いつも動画を見てくださってありがとうございます。ということで今日は皆さんから先日質問を募集させていただきまして、本当にたくさんのご質問をいただきましてありがとうございました。で今日はちょっと一人でやるのもなと思ったので、いつも今編集を手伝ってくれている妹とビデオ会議をつないでね、顔はちょっと映さないんですけど質問を読み上げてもらって私が返すみたいな感じでやっていこうかなと思います。で今日はこちら、じゃーん、桜の朝日が出ました、春ですね。ということでちょっと軽く飲んでから質問の方をスタートしたいなと思います。はい、では乾杯。はい、ということででは質問スタート、はい、座右の銘は何ですか？座右の銘座右の銘は生きてるだけで丸儲けです。さんまさんの座右の銘でもあるんですけど、まあ、私もそれが座右の銘ですね。なんかいろんな辛いことあるけど生きてれば、それだけでなんとかなるし、楽しいことも待ってるし、小さいことでくよくよせずに頑張ろうって思える言葉なので、生きてるだけで丸儲けという言葉です。初めて買った CD は何ですか？初めて買った CD は多分モーニング娘。の恋のダンスサイトじゃないかな。めっちゃ絶対違うよ。え、違う？めっちゃ団子三兄弟だって絶対。団子三兄弟ボーブスもね、いっぱい持ってて。そう、恋のダンスサイトの CD のジャケットめっちゃ覚えてるもん、今でも。ふわふわのなんかやつ着て、ピンクの背景のやつ、はい、大好きでした、モームス。今さらオフ会のご予定は？今さらオフ会のご予定はですね、そう、オフ会をライブ配信とかいろいろなんかやってる中で皆さんからもリクエストいただいてやりたいと思ってます。でもちょっとコロナが、まあ、落ち着いたら大阪か東京かでやりたいなと思ってます。ぜひぜひご参加ください最近ハマっていることは何かありますか？いつも元気をもらっています、ありがとうございます。ハート、ハート嬉しいです。ハートありがとうございます。韓国ドラマとか、まあ、ドラマとかアニメとかを見るのに、いや今更なんですけど、まあ、まさにハマっております、はい、春菜さんの会社に転職したい、一緒に働いてみたいです。イエーイ、ありがとうございます転職バリバリ募集しておりますので、はい、ぜひぜひ面接申し込んでみてください。最近一番好きな曲は何ですか？最近一番好きな曲？なんだろう。バウンディのさ、回り出したあの子と僕のって歌知らない？踊り子、バウンディの踊り子っていう曲、私FM802 でラジオをすごい聞くんですけど、それでよく流れてて好きになったバウンディの踊り子っていう曲とか、マカロニ鉛筆のなんでもないよ、なんでもないよ、歌詞がめっちゃいいんでおすすめです。 IT に興味を持ったきっかけは何でしょうか？IT に興味を持ったきっかけは、結論から言うと働きたい会社が IT だっただけなんですよね。なんか私就活の時の基準が営業で土日休みで、 あとちょっとその大企業じゃなくって中小中堅みたいなところで絞って、3つの条件で絞ってて、最後人材派遣と不動産とたまたま IT だったんですよね。でその IT の会社が一番その一緒に働いてみたいって思う方々がいらっしゃったので、その会社に就職したっていうのがあるので、それがたまたま IT だったと思うんですけど、その時にそれを選択してて本当に今となっては良かったなって思っております。最近ハマっているお菓子ありますか？最近ハマっているお菓子はね、この間の会社のメンバーが分け与えてくれたんですけど、カントリーマームにチョコがかかってるやつ、チョコまみれチョコまみれ、わかる？めっちゃ美味しかったのでおすすめでございます。気になっているコスメはありますか？気になっているコスメはスックのザ・リクイドファンデーションっていう新しいファンデーション、なんか私スックのファンデーションめっちゃ好きで、2種類あって使ってたんですけど、1個だと重たすぎて1個だと軽すぎてみたいな感じだったんですよね。なのでその間でカラーがめっちゃ展開豊富みたいなので気になってます。次使ってみようかなと思って。現在仕事で一番やりがいを感じる時はどんな時ですか？
そうですね、今私多分なんか何個かの帽子をこうかぶって仕事の時使い分けてて、マネジメントするそのメンバーの教育をする帽子もあったり、その営業としてお客さん先に出たりみたいなのもあって、まあ、やっぱり営業でお客様の役に立ててお客様に喜んでいただいた時っていうのは、まあ、相変わらずすごく嬉しいんですけど、最近このメンバーの成長の姿を見た時っていうのが本当に嬉しくって、一緒に頑張ってそれで成果が出て、メンバーがまた一つコンフォートゾーン抜けて勉強になって成長できてっていうのの瞬間を見た時に、もうめちゃくちゃ泣きそうなぐらい嬉しくなりますね。アップルウォッチ欲しいけど旦那さんにもらった時計もつけたい、春菜さんならどうしますか？いやー素敵。私だったらというか、私は仕事の時もうアップルウォッチないと今成り立たなくって、で私だったら仕事の時はアップルウォッチつけて、なんか夜その後出かけるとかだったらお気に入りのその旦那さんからいただいた時計に付け替えるとか、まあ、土日はそっちの時計使うとか、なんかそんな感じで使い分けるかなと思います。お仕事のモチベーションの保ち方気になります。管理職してますが大ことが多く…わかります。モチベーションの保ち方難しいですよね。私もモチベーション結構こう上がったり下がったりするんですけど、自分がやっぱり得意なこととか好きなことをできてる環境っていうのは、まあ、大事かなと思ってて、その私がいつもボイシーで発信してるストレングスファインダーっていうものが、まあ、強み開発のツールがあって、それの資質によって人によって結構そのモチベーション違うんですよ。なんか私だったら新しい人に会うこととか人と話すこととか自分が得意なことを伸ばすこととかっていうのがすごく自分のモチベーションになるので、それが今こう叶えられる環境にいる、その仕事をするからこそそれが満たされてるっていうのがすごい大事かなと思ってて、自分にどういう強みがあってそれがどういうふうにモチベーション保つのに大事かって分析していただくのがいいかなと思うので、ストレングスファインダーのぜひ診断をしてみてくださいそして私にボイシーで教えてください、結果を。保険営業の仕事を始めるのですが営業初で不安です、アドバイスください。保険の営業すごい頑張ってください。そうですね、営業の仕事ってやっぱノルマと、でもお客様のためになることっていうののこう両立が難しいと思うんですけど、そのやっぱり自分がどうありたいかっていうのすごい大事だなと思ってて、やっぱりどんなにノルマ達成してもお客様のためになってなかったら多分自分がすごく苦しむことになると思うので、やっぱり目の前の人を助けよう、目の前の人を喜ばせよう、目の前の人がどうなったら幸せかな楽しいかなっていうふうにいつも考えるっていうのが営業としては絶対に忘れてはいけない気持ちかなと思います。好きな男性のタイプは？好きな男性のタイプ、じゃあ芸能人で例えようかなと思うんですけど、お笑い芸人のパンサーの向井さんです。ああいう顔がすごい好きなんですよね。ジャニーズで言ったら伊能くん、平成ジャンプの伊能さんみたいな顔、なんかああいう顔がすごい好きです。春菜さんと付き合いたいです、年下はありですか？年下はありですか？ああ。どうでしょうね、年下と付き合いしたことは今までにはないですね。ないけど、まあ、私もまあまあな年齢いってるので、はい、全然別に年齢はあんまり関係ないかなとは思います。仕事する前の気合い入れるルーティーンとかあれば知りたいです。特になんかこれで気合い入るってわけじゃないんですけど、毎朝は同じ時間割で動くようにしてて、なんかそれをちゃんとこなせるとやっぱりよし今日も頑張ろうって思いますね。30までにとうるさくてというアベマのドラマ見てますか？春菜さんの感想を聞きたいです。見てないです。見てないんですけど、アベマ TV は毎朝見てて、結構その30までにとうるさくてっていうのはなんかね出てくるんでちょっと気になってたんですよ。ちょっと見てみます。なんかねバリバリ働く人と、もうとにかく旦那を見つけたい人と、もう家庭にいてみたいな人とみたいな、そのなんか30のがあるらしい。まあ気にしなくていいですよそんなのは、自分の楽しい人生を生きれば OK です。どうやって若いうちに役員になったのか気になります。かっこいいです。どうやって、まあ、まず私が皆さんにお伝えしたいのは、そういう場所を選んでるっていうのもありますね。その例えばすごい人数が
いる大企業さんとかで私が入ったとしても絶対にその役員になったりはなれないと思うんですよ。そういうすごく私が入った時ってまだ10人もいないような会社だったので、そういう場所に飛び込んだっていうのもあると思いますし、自分が意識してたのは新しいことをこうチャレンジすることに怯えないというか、やらないかって時にとりあえずやるっていう方を選んで、失敗してでもそっちのこうスキルをつけていくっていう感じですかね。子供の頃の将来の夢は何でしたか？この頃の将来の夢、めっちゃ私覚えてるのが、昔あのプロフィールみたいなの紙書くのすごい流行ってたんですよね、私が子供の頃って。今もうないと思うんですけど、そこに将来なりたい職業に FBI って書いてあったんです。マジで謎なんですけど。メインブラック、私も今思った。メインブラックのエッセイかもしれない。大好きだったから。最近怒ったことありますか？最近起こったことありますよある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 、仕事で、ね、理不尽なこといっぱいありますからね。あの全然これ会社のメンバーとか社内でとかじゃなくって、でもまあ、あの感情をね最優先にして動いても何もいいことないので、客観的に自分を見るっていうのはいつも意識しております。はるなさんみたいなファッション好きです。ありがとうございます。私ファッション本当にあんまりセンスが良くなくって、もともとあんまりこだわりもないんですけど、そう、骨格診断とパーソナルカラー診断っていうのをして、お洋服を選ぶのも楽しくなりました。自分に合ってるものをこう知って着るっていうのはすごくね、選択肢が逆に私にとっては広がって楽しくなりました。はるなさんめっちゃ憧れの女性です。服もおしゃれで憧れます。いつも服はどこで買ってますか？ありがとうございます。お洋服はですね、私あのアダムエロペっていうブランドがすごく好き、お洋服屋さんがすごく好きで、これもアダムエロペで買ったんですけど、あとは結構そのユナイテッドアローズとか、あとスーツで言うといつもよく Vlog にも出るんだけど、セオリーっていうブランドが好きでよく着ております。でもあんまりこだわりはないです。スーキングスはどこのブランドを履いていますか？疲れにくい靴ないかなと探しているところです。おー、通勤靴はですね、ロックポートっていうところのヒールを私は2つ持っていて、ちょっと高めのやつと低めのやつなんですけど、すっごい歩きやすい。なんかネットで走れるパンプスっていう風に検索して出てきて、そこからロックポートを使ってます。で最近はもう一個走れるパンプスでペリーコっていうのが有名みたいで、そこのパンプスをちょっと履いてみようかなと思っています。よかったら参考にしてください。はるなさんの今後の夢、挑戦したいことがあったら教えてください。今後の夢っていうほどではないんですけど、その私あのストレングスファインダーのそのコーチの資格を取って、それをもっとこう世の中に広めていきたいみたいなのはあるんですよね。っていうのが、私自身がそのストレングスファインダーの資質を生かして働くようになってすごく楽しくなったし、それこそその YouTube やってみようって思ったのもそれがきっかけだったり、そういうふうに自分の強みを生かして楽しく働ける人が増えたらいいなっていう思いとか、それをなんかこうビジネスとしてやってみたいなって思ってるのはあります。はい、いつも楽しく拝見してます。ネイルのデザインのこだわりは何ですか？ネイルのデザインのこだわり、今はこんな感じです。そう、ネイリストさんにいつもお任せして可愛くしてもらってます。今の会社に転職を決めた理由は何ですか？そうですね、あの私が今いる会社は、私前はその競合他社みたいなところにいたんですけど、外から見てた時にすごい結構謎だらけの会社だったんですけど、そのお客様を大事にして、で社員も満足しているっていう状態を目指してるっていう話を聞いて、なんか私も最初入社するかすごく悩んでたんですけど、その絶対うちの会社に来たら成長できるよっていうのをすごく言ってくれたんですよね。社員の成長っていうところにすごく大切にしている会社なんだなと思って、なんか私もまだまだ自分がすごく至らないことも多くて、やっぱり成長したいっていう気持ちがすごく強かったっていうのが、まあ、特にあの選んだきっかけかなというのは思います。今まで生きてきた中で一番心に残っていることってありますか？心に残ってるというか、そうですね、私はやっぱりこの YouTube を始めてこんなに見てくださる方が増えたっていうことが、多分本当に自分の人生にとっては大きい出来事だなっていうのは思っていて、多分本当に今 YouTube がある生活とない生活だったら全然違っただろうなっていうのは思っているし、はい、この発信を始めたっていうことが一番大きななんか転換期というかになったかなっていうのは思っております。皆さん本当にいつもありがとうございます。感謝。いつも動画見てます。
見やすく聞きやすいです。どうしたら話とか上手くなりますか？話が上手くなるのは練習あるのみです。ありがとうございます。そう、なんか YouTube も私はもうこれ本当なんかいつもバッて撮ったみたいに見えるかもしれないんですけど、めちゃくちゃ台本も考えて何回も何回も撮り直ししてたりするんですよね。でセミナーとか、まあ、営業活動もそうなんですけど、やっぱり一応それなりになれるように練習はしているので、そう最初はね他の YouTuber さん真似してとりあえずカメラ回して撮ってみようとか思ってたんですけど、やっぱりそれじゃ全然うまくできないので、やっぱり練習はすごく大事だなというふうに日々実感しております。彼氏おわ旦那さんはいますか？彼氏おわ旦那さんはそうですね、いたことはありました。はい、はい、いたことがありました。はい、皆さん察してください。遠距離恋愛をしたことありますか？仕事をしながら乗り越える方法をぜひ教えてほしいです。遠距離恋愛したことありますね。仕事しながら乗り越えるの難しいですよね。でもなんか私はやっぱり毎晩のようにテレビ電話とかしてましたね。あとはリアルに会える日を楽しみに頑張るっていう感じですかね。質問じゃないんですけど大好きです。 YouTube とお仕事大変ですけど頑張ってください。ありがとうございます。このさ指ハートさっきからするけど多分古すぎてやばいよね今更指ハート。ズバリ恋してますか？そうですね、恋をしてた時期もありましたねまあ今はちょっと仕事で目いっぱいっていう感じかもしれないですね。憂鬱な朝何の曲聴きましょうっていう質問。憂鬱な朝、あでももう私はもうね大好きな雪を聴くんですよ。憂鬱な時は私はそのハミングバードっていう曲がすごい好きで、まあ、あとは私結構 EDM も好きなんですよね。アビーチとかチェインスモーカーズとかなんかそういうガン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 系を鳴らして元気を無理やり出す。 あと私は合唱もすごい好きで、そう中学とか高校の時の合唱でやった曲とかを聴いて元気出します初めてです。ラングラーの YouTube から来ました。ラングラーどうですか？ラングラー大好きですでもね、そうそうあんまり乗れてないんですよ。ちょっとね家の近くの駐車場が見つけられなくって、今駐車場までね歩いて30分ぐらい行かないと乗れなくって、なのでねなかなかあんまりこう本当に遠出する時しか乗れてないんですけど、もう本当にラングラーはもともと乗ってたっていうのもあるのですごく大好きです。はい、初めて質問させていただきます。役員になることに抵抗はなかったのでしょうか？抵抗はなかったですね、はい、自分にとってはチャンスでしかないかなっていうふうに思いましたね。本当に役員っていう意味で言うと私本当に未熟なところしかなかったんですけど、でもだからといってそれが満たされるまでできないかっていうと、せっかくそういうチャンスをいただいたんだからそれに見合うように努力しようっていうふうに思って、もうやるしかないっていうふうに思ったのが、はい。例えばリーダーシップについてとかリアルな場での意見交換会などの企画ご予定はありますか？おあんまり予定してなかったんですけど、そのさっきもねあったオフ会をやるにあたって、なんかただただ雑談するというよりはなんかのセミナーとかなんかのそういう意見交換会みたいなのとかビジネスっぽいなんかためになることみたいな学びがあってから、ちょっとそういうわちゃわちゃ雑談とか交流ができたらなみたいなのは実は思ってたりはしますので、はい、ちょっと企画考えてみたいなと思います。いつも笑顔が素敵な春菜さんが大好きです。動画のコンセプトと春菜さんが動画を投稿する上で大切にしていることをぜひ教えてください。動画のコンセプトですよね。もともとはコロナが流行ってテレワークになる方が多かったので、少しでもその IT の知識とかツールとかガジェットとかでなんか役に立ったって思える方が増えたらいいなっていうので今更チャンネルにしたんですよね。今更聞けないとか今更だけど私がやってみたのを発信してっていうのがで、なんか救われる人とか助かる人がいたらいいなっていう思いだったんですけど、最近はコンセプトとしては同じような世代の働く女性とかこうビジネスでちょっとモチベーションが下がってるとか悩んでる方に向けて少しでもなんかこう勇気になれるというか心の支えになれるような発信ができたらいいなっていうのが最近のコンセプトではあります。なので動画投稿するときに気をつけてることとか意識してることは
なんかその見てくれた方が元気になるかなとか、ちょっとでもモチベーション上がるかなとか、仕事のやる気が出るかなとか、なんかそういうなんかプラスに働く内容じゃなかったら発信しないようにっていうのは思ってたりは実はしております。皆さん本当にたくさんのご質問ありがとうございます。なんか全部にちょっと質問回答しきれてなかったら申し訳ないんですけど、すごく楽しかったですね。たくさん質問いただいてね、ありがとうございます。本当に、まあ、今回5万人記念ということでこういう Q&A をやったんですけど、本当に100人とか300人とかそういう頃から長く見てくださってる方もたくさんいらっしゃって、本当に私は皆さんに支えられているなというのをいつもいつも実感しております。本当にありがとうございますということで、引き続き皆さんの少しでも元気になっていただけるような動画、役に立てるような動画をアップしていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。